グリスがね、新品の時グリスが馴染んでないので結構ね、こうシャラシャラ言いやすいんですよね。あと、まあ、ギアの当たりとか、まあそういうのもあってですね。うん、あとね、まあ、自分ではオーバーホールするんですけど、このメインシャフトのところにオイルをちょっと挿したりすると若干収まったりもしますね。うん、ここのなんかあれがグリスが馴染みが悪かったりとかがあるので、オイルでちょっと溶かしてやるみたいな。グリスにオイルを挿すとグリスが溶けますからね、少しというまああれがあります。で、このスプールなんですけど、これ普通の今までの大きいスプールが合わないんですよね、これで、まあ、出したら分かるか。まあ、分かりやすく言えば、この テクニウムですよね。10年モデルか、2010年モデルの、2500DXG ですよね。で、このスプールね、このスプールが要はこれには合わない、はい、もう入らない、全然入らない、幅がね、幅が合わなくて合わない、ちょっと分かりづらいかな。スプールがでかいもん、どうみたいな。だから今までのこのスプールがファイアブラッドが合わなくなっちゃったよね。だからもうスプール同士比べたら分かるんですけど、ほらもう大きさがね違うんですよ、全然。いやね、もうコンパクトタイプだからちっちゃい。こっち2000番だからね、こっち1500、ファイアブラッド1500番だから、ほらファイアブラッドはね、ファイアブラッド1500番、こっち2000番だから、それでも、もう大きさ比べるとこっちは全然ちっちゃいです。で軽いで、まあそんな感じで、だからこのスプールをね買うときは十分に注意してください。今までのこのテクニウムの大きさとかと合わないです。だからコンパクトタイプなんで、コンパクトタイプ専用の、スプールがあります。夢やね、1500番とかいろいろあったんだけど、こっちはこっちなんですよね。だからこれじゃあどれに合うのかっていうと、あと普通のデスピナとかラリッサとかハイパーホースの大きい方とは合います。コンパクトじゃなくてね、大きい方とは合いますけど、あとは合わないといった感じでございます。うん、でこのスプールね、面白いのがあって、カタログとかホームページで見たら分かるんだけど、夢屋の1500番っていうのはファイヤーブラッドじゃなくて実はハイパーホースって書いてあったんだよね。俺これと一緒に1個予備スプールを買おうと思ってたら、あれちょっとカタログがあるんで、このねスプールがそうなんですよ。このスプールがね 1500DA って書いてあるでしょ。これは ING に置いてあったんですよ。で、夢や11ハイパーホース、まさにこれなんですよね。でスプールの形状が B4 ってやつね。さっきのが B1 なんですよね。さっきのこのスプールが B1 は、大きい方にありますけどね。でこの小さいコンパクトタイプは B4 っていう、やつになります。でこの1500番のスプール、俺これ買おうとしたんだよ実際ね。でよく見たら、そうファイヤーブラッドじゃなくて、よく見たらハイパーホースって書いてあるんだよこれ。こっちはねほらファイヤーブラッドでしょ、ね、ファイヤーブラッドでしょ、1500、2000とかに対してこっちはハイパーホースって書いてあったね。えっと思って、はっマジかって買っていって気づいてる。でもその前からもう見てたからね、これ、展開図っていうのがホームページあるんで、ね、これ面白いんですけど、C2000DXC なんでこれになりますよね。それにねこうまとめた番号書いてあるでしょ、これ151番かな。これを注文すればいいですよ、はい、151番スプール組って書いてあるのかな。これ値段載ってないな、すみません、ちょっと値段が載ってなかったですね。ホームページの方には、まあこれ同じのがあるんですけど、このパーツリストの方に値段がね1個ずつ載ってあります、掲載されてます最初から、それを見ると分かりますけども、これをね、だからこれをこのスプールね、この
リールについてるこのスプールを純正品ですよね、完全な弓矢とかで、純正を注文すると1個8000円になります。これわかります？まあ値引きとかできないです。もうパーツ系なんで値引きできないですけど、これ1個8000円です。だから調印税つくんで、まあ8640円かな、8640円かな。で夢が1個買おうとすると消費税で1万2000円ぐらい近いので、まああれですよね。というかもうほとんどファイヤーフラットじゃなくてハイパーオーツなんで、純正品を買った方がいいと、いうことで、すでに、これ C2000DXG ですけど、1700DXG のスプールをすで、に注文しております。よかったらね、参考にしてみてください。釣り具屋さんにはこういうねやつの、ちゃんとしたもう分厚いパーツリストっていうもうこんな本がありますから、注文するときにそのカタログのやつじゃなくてパーツの専用のカタログっていうのかなが本がありますので、そちらから、注文されるといいかもしれません。もしくはホームページにこれがあるので、そちら注文するとああこれですかみたいな感じになると思います。まあ、どうせねだって一緒のもんですから、夢やじゃないかっていう差だけで3000円近く違うんで、2つかなったら6000円ですよね。はい、まあそんな感じでございます。まあ後日談、になりますけども、スプールが届きました。前回がちょっと前に出た動画のねスプールが届きました。この2つね。でこのスプールが、まあ動画のあれで言ってたけど、まあ、このねまだライン巻いてないんですよ。結局どうしようかなって迷ってまだ巻いてないといった感じでございます。まあ馴染んで良くなったかな。あれから適当にぐるぐる回してたからね、まあなんかシュルシュル言うんだけどね、まあこんなもんかなぁといった感じでございます。はい、このねこのスプール、まあ前回言った通り夢屋のを買ってもなんとハイパーホースっていうね、これをまあ注文したんですよ。簡単に言えばスプールはね 1700DXG のスプールを注文しました。まあ2000というか、まあ2号なんか巻くことないので、であと、2個単価1個8000円の2個単価で合わせて1万6000円となります。にプラス消費税ですね。まあ純正スプールなんで、とりあえず開けていきますか。まだ開封してないから、なぜING のセールより早く買ったのかというと、これは簡単に言うと部品注文なんですよ。なので、ING のセールでさえ対象外となります。しょうがないですよね、対象外ですので、なんか年に1回くらいなんかそれっぽいことやる、まあ夢屋とかそうですよね。シマノのスプールで夢や部品あるじゃないですか、いろいろこのハンドルとかあの辺も基本的には部品扱いなので、ING のセールに行っても対象外ですよね。基本値札が黄色なので対象外なんですよ。これはい、こちらでございます。14年の、BBX の1700スプール組ですね。もうなんて言うんだろう、プチプチにちょっと入ってる程度みたいな、部品扱いなんで、まあこんなもんです。こんなもん、逆に言えば細かい部品頼んでもこうやってプチプチにわざわざくるんでしてくれるっていう感じですね。もう純正、超純正だね。はい、こっちが2000でこんな感じでね、純正はこんな感じ、まあ、こっちも純正だけどね、 1700DXG の純正でございます。で、これ何が、弓矢と違うのかといったところなんですけど、このね灰色の部分あるじゃないですか、灰色ね、 C2000 で書いてるこの赤じゃなくてこの灰色の部分、この部分ね、これが、弓矢の場合は黒なんですよ。1500番かな DA かなと思うけど、これ黒色なんですよ。それだけの違い、中の構造とか一緒なんですよね。まあということで、まあ今回スプールをね、あこれ純正だけど、だから3つか、
はい、まあというわけで今回ね、このフルセットになるのかな、わかんないけど、こんな感じで、だから1700、1700、2000番のスプールですよね、これが。で、ミジトの巻くあれが、1.2、1.5、1.7 です。まあ 1.7 あんまり使わないんだけどね、最近。使うことがない。なんだろうね、なんか 1.5 でもほど足りちゃうぐらいのものしか釣ってないんであれですけど、まあ、こんだけあれば足りると思います。で、もう一個のこれとも同じようなあれで臨海スペシャルも持ってますけどね、 あれは道と1号巻いてるのでこれで1号から17までフルセットで使えると。でリールも2組できたと、いった感じですね。今の状況では、そういうことになっております。これあとスプールの中ドラグのグリス塗ってんのかな、これ純金は多分塗ってあるはずなんだけど、純正は塗ってんな。で食べた、あんまり無理に開けない方がいいよね。はい、ちょっと分かりづらいけど、ちゃんと、ドラグワッシャーとかにグリスが入ってる感じですね。で、こっちもほら油だらけ、バッチリでございます。これはもともとついてた方ね。はい、今注文した方、要は新しく買った 1700DXG の方をね開けてみました。こっちのね蓋の方分かるかな、このほら蓋の方全然グリスねえじゃんって思ってた。ちょっと分かりづらいな、このスプールのほらこの金具のところらへん分かるかな、この銀色と赤の間ぐらいほら微妙にグリスはみ出てて分かりますかね。一応塗られてるみたいですね、ちゃんとスプール組ということで。はい、そんな感じでまあ分解しなくてよかったかなって感じです。ということでまあまあ分解しなくてよかったかなっていう感じですね。まあなかったらなかったでドラッググリスを塗ろうかと思ってたんですけど、これだったら分解しなくて、良かったかなと思います。よかったよかった。分かんないからね、だって部品扱いだから、もしかして組まれてないっていう、組まれてっていうか、まあ、グリスがね塗られてない可能性もあったけど、まあ良かったでございます。はい、これで、ミジトを巻いて、楽しいフィッシングライフを、送ろうかと思います。皆さんもね参考にしてみてください。あとやっぱね小さいのでやっぱお長の60とか狙うのは多分不向きだと思います。まあ分かると思いますけどね。ドラグの力としてはやっぱ前のファイヤーブラッドの大きい方に比べると、あれが8キロか10キロやったけど、これ 3.5 かそんぐらいしかないですよね。なんかお長も50とかなると多分もうドラグジージー出ちゃうんじゃないかな。そこそこ結構締めれば固くはいきますけどね。はい、という感じでございます。ではね、まあ、これからこんだけスプールがあるからね、まあ、巻く道とは、ワールドプレミアムしかないんですけども、まあ、あれでこと足りちゃってるんで、ということでございました。皆さんもね参考にしてみてください。まあ、買うならね、どうせ弓矢でも買ったってハイパーホースだから、ハイパーホース買った方がおすすめですよと、いった感じでございました。ではね、バイバーイ。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。